い、ということで、今みなとみらいに来ました。今日はね、みなとみらいのホテルに宿泊します。めっちゃめちゃ綺麗じゃない？すごい、なんかもう駅だけでめっちゃ綺麗ですね。この辺り観光とかしたことないから、今日の夜夜景とかきっと綺麗に見えると思うから、夜景を見たりいろんなところ行ってみたりすると思います。でまずはね、ホテルにチェックインしに行こう。何これ、すごいオブジェじゃない？オブジェなんかな、ジェットコースターが乗った。全体的に綺麗だね。あともうちょっと歩きます。ウルトラマンを発見。よりね、大きいウルトラマン見つけた。すごくないこれ？何メートルあるでしょうかね。さっきいたのがウルトラマンで、これが新ウルトラマンでしょ。このなんかあれないもん、光るやつ。今日泊まるビジネスホテルはね、63階のお部屋ですね。やばい、もう耳が、耳がやばいです。キーってなってる。どんだけ高いんですか？着いた。どの部屋かな。今日泊まるお部屋はここです。おー、なんかすごい高級だけどちょっと暗くない？よし、着いた。ちょっとお部屋見てみよう。こちらが今日泊まるお部屋です。おお、すごい、めっちゃ綺麗です。見て、ちょっと待って、すごいよこの景色。もうすごい、昨日もね、まだどこに泊めるか泊まるか決めてなくて、でね、急遽ここ来たんだけど、すっごいな、なんかいろいろ気になっちゃう。なんだか本当に都会って感じ。すごいね。あ、めっちゃ綺麗。今日の夜、夜景とかすごく綺麗に見えそうですね。まあ、とりあえず、ちょっとだけ休憩したら、この周り見に行こうかな。全然何あるかわかんないから。本当はね、横浜のガンダムの、なんだっけ、動くガンダムのとこ見に行きたかったんだけども、ちょうどメンテナンス中で7月くらいまでやってないらしいんですよ。まあ、この辺りにもさ、みなとみらいいろいろ観光地あるから、ちょっと調べて回っていきましょうか。ほんとちょっともう疲れちゃった。東京からもうずっとさ、腰が痛くて痛くて。ホテルでチェックイン済ませて、ちょっと1時間くらい休憩して、再びウルトラマンの元へ。ちょっとお尻がめちゃめちゃセクシーじゃない？プリッとしてる。ということで、今からですね、電車に乗って中華街の方に向かいたいと思います。行ってきましょう。はい、ということでね、中華街でやってきました。すごいな、あの門めっちゃ立派。
今日平日だから結構ね空いてて、もう夕方も6時だからね、少し食べ歩きしようかなって思います。肉まん食べたい。北京ダックを買いました。見てすごい美味しそう。いただきます。うん、うまっ。すごいもちもち、おいしい。こういうちっちゃいのをいっぱい食べ歩きするからいいよね。あと肉まん食べたいから。うまっ。中華街来るの多分何回目、2回目3回目くらいだけど、いつも来たの夜で、まあ今もね6時半だから遅いっちゃ遅いんだけど、まだ明るいからもう平日本当に空いてていいね。休日もめちゃめちゃ混んでて、お店入るのもすごい行列じゃん。やっぱ平日最高。もうすでにね、もうたくさん買いすぎちゃって、で、あの後ろにあるパンダマンもね本当は欲しいんだけど、どうしようかな、ちょっと食べようかな、冷めちゃうもんね。どっかで食べよう、めっちゃ美味しそうだから。 どこで食べる？あ、いいですか。見て、豚角煮見える？ほら、あっつつつつ、かわいい。いただきます。うん、たどり着かない。柔らかい角煮が入ってる。これがチーズハットグです。って全部一から一つ一つ揚げてくれるから、もう出来たてでめちゃめちゃ美味しい。うまっ。これが鶏ささみ揚げです。思ったよりもね量が多いね。いただきましょう。ケチャップがかかってる。いただきます。うん、揚げたてうまっ。カリッカリだ。ケチャップの酸味がいいね。うまい。なんかここがチャンピオンらしい。ずっとここのね豚角煮まんが食べたかったから、さっき食べちゃったけど買ってきます。これが豚角煮まんです。なんかよくテレビでも来てるらしいよ。いただきます。すごくない？角煮めちゃめちゃでかい。うん、うまっ。めっちゃ味しみてる。角煮プリプリです。うまっ。いっぱい腹ごしらえしたから、あとはね夜景を見に行きたいと思います。
今ね、中華街を満喫して駅に向かってたんだけど、ほら見て、ここが入り口だったのかもしれないよね。中華街って書いてあるし、逆から来ちゃった。では、電車乗って帰ります。青だ。はい、ということでね、みなとみらい駅に着きまして、もう見てください、大きなね、観覧車が見えるの、すごくない？この近くに遊園地あるけど、ちょっと遠いかな、どうしようかなと思ってて、ちょっとだけ歩いてみようか、散策ね。めっちゃ綺麗。ここがどこかわかんないけど、この中、あれ、この中が遊園地？今日遊園地ね、休園日だった。知らなかった。もうなんか向こう側の方が明るかったから、ちょっとだけそっちの方に行ってみる。ほんと、さすが都会です。もう田舎もはちょっとそれだけで感動しちゃうからね。なんかここが遊園地だったんだね。今日はお休みです。なんかそういうこと多いんだよね。私行った日にいつも休園日とか、なんか休止日とか、もう全てがライトアップじゃないけどさ、電気がめちゃくちゃ綺麗だね。風が強い。めちゃめちゃ綺麗。なんかこう水流れてると雰囲気違うよね。うわー、なんか海外に来たみたい、楽しい。あ、見て、花火上がってる。すごい。めちゃめちゃ綺麗で、本当にデートスポットだね。わー、いや本当にね、めちゃくちゃ綺麗だね。もう綺麗すぎて笑っちゃうんだけど、めちゃくちゃいいデートスポットです。船って乗れるんだね。うわー、いいな、羨ましい。ホテルのね、部屋に戻ってきたら、もう見てください、この夜景を。すごい、これ。部屋からもこんなに綺麗なね、夜景が見えるんだよ。すごいね。さすが都会。もうこの都会の明るさよ。温泉とか行っててさ、こう山の中暗くて星空が綺麗に見えるのは綺麗だけども、これはこれでさ、やっぱ違う、なんだろう、こう都心的な、いいね、この明るさも。ということでね、本日は横浜の方にね、やってきました。昨日から続いて東京と横浜をね、観光させていただきまして、いい動画がね、たくさん撮れたのではないでしょうか。私も初めてこんなにね、いい観光ができました。これからもいろんなね、ところ回って観光していきたいと思いますので、次はどこに行くのか、あなたの県かもしれません。楽しみにしていてください。以上、コテノでした。気をつけて帰ります。バイバーイ。
この後ちょっとお風呂に入ろうと思うんだけれども、お風呂がねここになるんですよ。 VR 機の方のラッシュで綺麗なお風呂ね試してみようと思います。さ、この胸元が開いててさ、セクシーなお洋服だったの。さっぱりする香りするわ。緑ってさ、こう落ち着くじゃない。私も横浜に住みたい。